ちょっと皆さん、ちょっとあの皆さん、こう今日 YouTube 撮影なんで、ちょっと勝手に始めるのやめてもらっていいですか。ちょっとお、釣れた甲高い声でお、釣れたマジブラックバスやちっちゃミニチュアブラックバスやちょっと皆さん、ちょっとあの皆さん、こう今日 YouTube 撮影なんで、ちょっと勝手に始めるのやめてもらっていいですか。ちょっと勝手にもう釣り始めてるやん、あなたたち。暑いですか。いや暑いですね、今日は。暑いですね。こんな日釣れるんですかね。いやいや釣れますよ、これは。今日はもうザリガニパターンっす。釣れなかったらボツ。釣れなかったらボツです釣れると思っています、私は。はい、今日は柳川クリークに来ています。今から釣り対決したいと思います。一番大きいやつを釣ったのが勝ち。対決です。一番大きいのが勝ち。ただ30センチ未満の場合はノーカウントです。本当です。そしてその時は何匹釣ったかで勝負したいと思います。よろしいですか。今日は、8時半ぐらいまでですかね。じゃあ7時50分まででいきましょう。よろしくお願いいたします。早速実況していきたいと思います。彼は全然知らないこのポイント。私がまず1匹目釣ってあげましょう。すぐこのね、この角のところ、この辺りがポイントです。昨日見たあの映画の主人公がバスはね、もしも僕なら日陰にいるんで、そんな、まあ、この辺涼しくなってますから。知らんぷりのまんまでけど本当にそうならばこんな感じ。君のその涙を岸から1メートルぐらいのところ。今日はこれでそこに当てながらゆっくりと時に激しく引っ張っていきたいと思います。ちょっと当たりが弱かったので猫リグで猫リグしかできない。大きな重りを先端につけるのが。で岸際に魚の反応がなかったので今回ダウンショットで。この川の今水路の橋の下を影になっているかなと思います。
んですよね。何万回も好きだと言って、多分そろそろザリガニパターンなんじゃないかと、そうやって笑って思いますので、ザリガニをずっと作っていきたいと思います。本当のことは胸の奥沈んでく、どうやって笑ってたかもわかんなくなってしまって、どうしようもなく空に手を伸ばしてた。この街に降り出した雨が笑い届けた、あの日々の夕立によく似てたから、いるやったらいる。ちょっと上がってたけど、泣き出しそうな心の奥の方に。さあ、先ほどの大きなクリークの際にあるちっちゃな水路、まさにザリガニポイントですね。ザリガニポイント、流れてみます。おお、マジ？お、釣れた釣れた。甲高い声で、お、釣れた。マジ？ブラックバス？すごいすごいすごい。え？ブラックバスや。ちっちゃ。ミニチュアブラックバスや。すげえ。なんでこんなの。何このミニルアーにミニバス。すげえ、ちゃんとブラックバスだ。ご飯カウント。え、これあのシラシがでかいわけじゃないよね、これ。シラシが巨人なわけじゃないよね。進撃の巨人クラスだった。あ、いいですね。さあ皆さん、今日お疲れ様でした。もう時間8時前になってしまいました。どうでしたか。いやー、楽しかったですね。あ久しぶりすぎて。あ、今からまたシーバス行くんでしょ。今から何中体力。お昼寝してますか。どうでした山口さん、なんか当たりはありましたか。ブルーギルは結果にかと思います。多分私もね、ちょっと30センチぐらいのやつでやったんですけど、まああの、はい、シラーさんの巨人っていうタイトルにしますなんなん、はい、山口さんは何が釣れたかちょっと知らないので、はい、
動画のアップを楽しみにしていてください。バスってバスを連れてる。じゃあ白目さんはバスってそうです。勝ち。おめでとうございます。ウィナー。ウィナーです。よろしくお願いします。また来、また、ね、やりましょうこれ。また。これからがいいでしょ、ま、そうですね、また季節がいい、はい、ちょっと C バスの方もね、私たちもじゃちょっとやっていきたいと思います。 C バスしたいね、その時は先生よろしくお願いいたします。あ、いえいえ、じゃあ今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。